こんにちは、久米原啓太郎です。日本一詳しい大学分析シリーズ、大阪大学法学部編やっていきます。よろしくお願いします。大学分析シリーズとは、コメントでリクエストいただいた大学の入試情報、出題傾向を徹底リサーチして、対策方法、おすすめの参考書まで動画で全て伝授するというシリーズです。このチャンネルでは、受験生に役立つ良質な情報を選別して、短い時間で効率よくインプットできるような動画を発信しています。今回の動画を最後までご覧いただくと、阪大入試の特性を正確に理解して、最短のプロセスで勉強を進めることができるようになります。それから合格までのスケジュール感を把握して、今何をすべきかということがわかります。さらに科目別の最適な参考書もわかるので、効率的に勉強を進めることができるようになります。受験に役立つプレゼントも用意しています。入手方法は動画の途中でご紹介しています。それではやっていきましょう。まずは入試情報から整理していきましょう。配点分析からいきます。共通テストが450点、二次試験が450点。二次試験が全体に占める割合は 50%、半々ですね。続いては入試の基礎情報をまとめておきます。こちら2020年の法学科のものです。倍率は 1.7 倍、合格最低点は900点中の 676.12 点、共通テストの得点目安は 83%、 偏差値の目安は 65.0 となっています。続いて国際教養政策学科のものを挙げておきます。倍率は 1.7 倍、合格最低点は900点中の 684.87 点、共通テストの得点目安は 83%、 偏差値の目安は 65.0 となっています。対策スケジュールのイメージなんですけれども、理想通常態度3段階に分けてですね、過去問演習の開始と共通テストの対策開始を並べておきました。まあ、理想的に推移している受験生、通常の受験生、これ以上遅くなっちゃまずいよという耐えのライン、3段階ね、出しておきましたので参考にしてください。続いて各科目の分析に入っていきます。まずは英語からです。例年大問が4つ出題されます。時間に対しての問題数が多いので、素早く解いていくということが重要になります。英文和訳、和文英訳については正確な構文把握と日本語力が必要です。出題される和文には抽象度が高くて直訳しづらい箇所が多いです。英語として自然な文に変換する訓練をしておきましょう。長文読解についてなんですけども、難易度の、ね、高い記述式の問題が中心です。一般教養、それから学術的な、ね、基礎知識、これも求められてきます。精読力に基づいた高度な英語力を磨いておきましょう。それから長文読解で、ね、失点が多いと高得点が、ね、厳しいものとなりますので、英語で、ね、得点をしていくっていう人は長文読解で、ね、がっつり点取れるように対策をしておいてください。それから自由英作文についてなんですけれども、設問文は、ね、英文の場合も日本語の場合もあります。形式は60から85の英文を書かせる問題が定着していますね。自由英作文では従来の個人的な、ね、事柄を自分の具体例を挙げて述べるものから、2020年度には、ね、社会性の高いトピックに変わってきています。英作文を書く上での基礎的な構文、構想、語彙の知識と経験を、ね、積んでおきましょう。自分の意見の立場を、ね、明確にして、その理由付けまで、ね、やっていく。それを、ね、日頃から意識して書いていきましょう。阪大の英語はですね、自己流での学習は結構危険です。対策の練り方だったりとか、自由英作文での、ね、文の構成方法などは、自分の回答に対して誰かに、ね、フィードバックをもらうというようにしてください。おすすめの参考書を2冊挙げておきます。英語長文問題ソリューションの2、それから関正夫先生の英作文ポラリス2です。続いて国語の対策に入っていきます。例年大問が3題出題されます。記述式の問題が中心です。漢文は出題されません。現代文は典型的な評論文で、社会評論に分類される文章や哲学的な文章がよく出されます。記述式の設問が多いため、読み取った内容を、ね、的確に分かりやすくまとめていくっていう記述力必要になります。それから毎年漢字の書き取り、読みの問題も出題されます。古文では現代語訳の問題の比率が高くて、近年で難易度上がってきてます。単語や文法等の基礎知識を身につけた上で、たくさんの作品を読んで内容把握力を鍛えておきましょう。それから和歌も品質です。習字を始めて解釈、内容把握の訓練をしておいてください。おすすめの参考書2冊挙げておきます。田村の現代文講義の1、それから阪大の国語です。ここまで見てくださった方にプレゼントがあります。今回のスライドをすべてプレゼントいたします。受け取り方法なんですけれども、動画下の概要欄から僕の公式 LINE に登録をしてください。無料で登録することができます。続いてトーク画面で阪大02と入力して送信をしてください。そうすると折り返し、今回のスライドがすべてプレゼントされるという流れになっております。動画の復習にぜひお役立てください。続いて数学です。こちら2020年度の出題形式です。
例年大問が3題出題されて、標準的な、ね、レベルの問題が出題されます。近年は、ね、以下傾向にありますね。ミスを減らして標準的な問題でしっかりね、得点できるかどうか、これが重要です。とにかくね、基礎は固めること、それから苦手分野を作らないよう訓練をしておきましょう。中でも微積、ベクトル、数列、確率は品質です。品質分野は基礎的なものだけでなくてね、応用問題まで解けるように訓練をしておいてください。それから証明問題も毎年出題されます。過去問で対策をしておきましょう。おすすめの参考書2冊挙げておきます。分野別標準問題成功の数学ベクトル、それから合格数学の一英です。次回は大阪大学工学部の入試分析をやっていきます。大学分析のリクエストはコメント欄で受け付けております。リクエストしていただいた大学の分析は順番にではあるんですけれども 100% やっていきます。チャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。このチャンネルでは引き続き受験生に役立つ内容をどんどん配信していきます。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。